この間ね、僕も宗教がね、どうのって話をしたと思う。あ、だいぶ前に、ね、宗教いらんっていう話をね、したと思うけどさ、宗教って結局あれも俺も言ってたんは、宗教を善っていうことを先入観を持ちすぎてるって話を、うん、その先入観から取り直してみないといけないんじゃないかっていうね、うん、話をしたんやけどさ、あの宗教ってそもそもなんやねんっていう話もあってさ、うん、宗教って何かっていうとさ、広辞苑で言うと、神または何らかの超越的な絶対者あるいは神聖なものに関する信仰行事っていうのが宗教や、うん、で定義付けはだいぶ難しいみたいな、実際に例えばいわゆる神秘体験を感じることがっていうような宗教であったり、うん、もう宗教の人一体だったり、例えば真理をそういうものやと信じることが宗教だった、真理を追求することっていうことも宗教だったりする。なんかね、僕的に言うとちょっとしっくりこないよ、うん、宗教の捉え方として、宗教がね、うん、で宗教が、僕が思う宗教の何かっていう、例えば、アニミズム、うん、アミニズムどっちや、あ、アミニズム、あ、ミンね、アミニズムで言うとさ、すごいシンプルに言うと、暗闇が怖いけどこれってなんでっていう話や、あ、うん、ね、それを説明をするときに、とりあえず精霊がおってっていう話やね、うん、暗闇がどうなってるんですかって、わからないことが何って言ったときに、とりあえずの説明をするのが宗教やね、ね、おで、はい、当然原始社会でおいては暗闇が何やね、うん、ただ文明が発達するにつけて、人間って、宇宙ってどういう構造なんとかさ、うん、いうことになってると、いわゆる真理を追い求め始めるわけや、うん、真理の扉ですよね。そう、その時に神様がいてね、その下にこう地球があって、地球っていうか大地があって、滝になって下に象がおるんやっていう話をし始めるわけや。まあその通りだけどさ、そういうあの宗教観が出て始める。宗教って何かっていうと、わからないことを説明するための手法、技術体系のことをやというのが僕のなんとなくのイメージ、うん、となると、当然ここでこれが全てのことにおいて起こったのがあるというか、例えば善悪の基準、うん、善悪の基準があって、神様がこう言ってるからって言って善悪を決めていくわけやん。なんだろう、与一君が神様こう言ったって言ったのすごい、あの1ポンドの1ポンドのあれはあの神様はサウスポーね、神様はサウスポー、主人公しか出てこない、ね、出てこないよね、うん、いや、そういうこうあれもね、面白かったけど、なかなかあのキリスト教をバカにしてるけどね、多分あれバカにしてるよね、うん、そりゃそうでしょう、キリスト教なんて権威のある神様、そうそう、バカにしてたのやラスボスでしかないんだラスボス言うな分からないことを説明するための手法、その中には例えば社会、宇宙の真理であったり、善悪であったり、人の生きる道であったり、やるいろいろこうそれで説明していったわけや、うん、だからそれが例えば宇宙の真理を求めようとしたら、いわゆる学問です、まあ、科学です、うん、科学がほんまは正しい姿勢だったりするんだよな、うん、善悪の基準も法体制体系なわけや、法体系がいわゆる司法がそれを担っていくわけや、本来は。要するに内発的なものじゃなくて、うん、外的なものに担保させられるよと、うん、ね、論理的に組み立てたら法律になるわけや、こうこうこうしたら被害者がこんだけおって、こういう加害者がおって、これはなぜあかんか話になるわけや、うん、この人に損害を与えてるからっていう話よ。それを直感的に、あと神様がこう言ってるからあかんって言ってるのが宗教やと。あの社会がこう成熟してる間にさ、あの国家がその宗教を背景にしてやるんだよな。まあもうそれはあるよね、うんうん、だから王権侵入席、神様が、うん、あの王権を認めてるから、あのお前は王なんだ、ね、ジャレッド・ダイヤモンドの話じゃないけども、うん、一つの共同体の中で、うんうん、一番やっぱりコントロールに必要なのは、うん、そういう宗教であるっていうのは、まあ、書いてあったしね、うんうん、そういうような趣旨の言葉、うんうん、それが僕は必ずしもそれは、うん、あの反対ではあるんやけど、うんね、
僕は思うのは、今は例えば宇宙の真理を求めようとしたときに、宗教で昔やってたこうなんですっていう無理やりの説明、うんうん、まあひどい言い方で言うと根拠のないんやけど強弁する、うんうん、こうなってるんです押し通せ押し通せって言ってた話と、今現在科学が真理に近づいていってる点があるわけやからさ、うん、そうなった時に昔の人が強弁してた事実真理っていうのは無理がないかって、どっかで衝突していくわけ、割り切っていくかもしれんけどさ、でそれを、うん、あの昔は衝突やったね、ガリレオ・ガリレイの時は衝突やったよ、うん、ねじ伏せてたわけやん真実をね、それを徐々にそのやりながらなんとなくうまいこと言って現在に至ってる、うんね、世の中っていうのはで、今なんとなく社会の中に宗教は残ってんねんけど、それは真理を唱えてるんやけど科学を否定してへんからね、うん、衝突せえへんようにしてるから、うんねうん、だから俺の思う宗教っていうのは何って言ったら、あくまでも人間がわからないことを説明するための技術体系やねんっていうのが俺の感覚、うん、根本的に人をよく導くためのものがっていうことではなくて、あ、そうじゃなくて、そうではない、根本的にだから結局わからないことを説明する、でもそれでいくと宗教ではなくて、うん、もうまんま科学っていうものになると思うんだ、うん、そうやねん、そうやねんけど、それを何もわからない時にとりあえず説明をしてしまった、うん、うん、だから科学的、科学の学問の論理体系が成立する前に立ち上がった説明する手法、うん、それが宗教、宗教で、なおかつ全科学的なものだと、いや、そう、全科学的なものだと、うん、で、なおかつ、例えばそのおいおい、あの時代が下っても科学を知らない人がそれを唱えてるケースがあるわけや、うん、だから宇宙の真理がある程度近づいててもそれに矛盾する科学を唱えること、いわゆる宗教を唱えることがあるわけ、うん、宇宙の真理はこうなってるんですって科学的知識のないことが人が言うことがあるわけで、それはその人が教徒となって宗教が起こることはありえるよ、うん、ね、間違ってようがね、うん、やっぱり真理が一般常識化にするわけじゃないからな、だからアプローチの仕方が間違ってる気はするっていうね、っていうのが僕の考える、まあちょっとね、納得もできるかな、最近うすうす俺もその地球って必ずしも平面じゃないのかなってちょっと思ってきてるとこあるからもうね、やめてくれよそれはそういう人たち似てるけどさ、高校時代にあってさ、与一くんと僕はもうね、30年来もうええおっさんになるまで付き合ってるけど、うすうす気づいてたとは思うけど、僕はフラットアーサーやん、フラットアーサーフラットアーサーなでしかも関西のおじさんやから、うん、もうダジャレみたいなもんでさ、うん、そんなにこう熱心に地球平面説を唱えてるわけじゃなしに、ある日フラッとこう、うん、あ、地球って平面かなっていうのも、うん、もうそこの軸のぶれ方 もうフラットな感じで、フラットアーサー、フラット思ってんな、フラット思ったフラットアーサー、うん、でしゃあないな、うん、お前も大概人をバカにするよなこれね、バカにしてるようでバカにしてないのよ、うんうん、結局だって僕ね、うん、あの残念ながらまだ宇宙行ってないからさ、うん、まあ見てないからね、見てないからさ、マルコイっていう、うん、信用できるソースとしてはあのテレビ番組であの伊沢くんが、うん、あの地球の丸いのが出た瞬間にピポーンって押すっていうので、うんうん、もしかしたら丸いんかもなって最近思い始めたと思い始めたまあまあね、これね、例えばこうここの間に何が入るか、あー、なるほどね、うん、C でしょ、まあそういうことするやろC なの、うん、C なの、そう C なの、そう C なの、これ何これをグノシス主義的に並び替えて、うん、カバラの秘宝によると ACDC っていうバンドの名前になるんですよね、ややこしいわお前は、ほんまなこれな、人の話を潰したくてしょうがない人みたいに、これ普通の感覚で言うとこう B を入れたくなるよね、うん、でもこれに X を入れるのが科学や、うん、これ X 入れて、いや分からんからこれに対して X と置いたと、仮に置きますっていうのがこれ科学や、うん、でこれに例えばさ、D を入れてさ、うん、D を入れる
ていうで、うん、D を入れてこれ何か言われてる、あ中毒やね、アディクトやね、違う違う、これね嫌やけどさ、うん、あの ADCD っていうね ACDC のカバーバンド、おお。ごめん潰したな、ごめんネタ潰したな、うん、ほんと申し訳ない、まあ、そういうのはあるやけどさ、うん、今ほんと申し訳ないと思ったでこれで例えば S を入れてこれを神聖視するのが宗教やね、うん、うん、S ですよと、これ S なんです、根拠あの神様が言ってるから S なんですって言って神聖視するね、でこれが見てごらんなさい、うん、この文字ですからできる文字、あそうか答えなんですよそうっていうねそう、ちなみにあのこれはあのオートスピードコントロールデバイス言うて、うん、あの車の速度を一定にさせるやつやけど、神やまさに神や、神やあごめん俺あちゃうねん、あのデバイスやなと思ったんやけどデバイスかどうか調べてないから、ドライブかもしれん、ドライブかもしれん、そうドライブやったかもしれない、うん、ごめんあの調べとこうと思って忘れてた、うん、オートスピードコントロールドライブか、ドライブかもしれんこれだから宗教戦争ですよ、うん、ドライブ派とデバイス派で、うん、またね、うん、そうそう、うん、デベロップメントではないかもしれない、デベロップメントそこまで、うん、開発ではないないかもしれないけど、原理主義的には俺はあの車にだけ適応するということで、うん、ドライブ、ね、ドライブやね、うんうん、まあまあそういうこれを S を申請するのが宗教と、うん、その根拠は知らないっていう、うん、知らないっていや神様が言ったっていう、うんうん、で科学はここを X においてじゃあこれはこの次、この次が何が続いていくかわからんかったら仕方ないよねっていうのが、うん、数列がね、うん、そうそう、でこの B は普通の人が直感で答えるだけ、まあそらね、うん、これもいいでしょ、だいたいこれ普通の真っ当な宗教はここに B をとりあえず入れる、うん、でこれは神様が決めたからっていう説明をするだけで、ほんまなこれに S を入れる宗教は立ち悪いね本当にね、うん、知らなかったとか言え、今の話の一連の中で俺ほんまにあのACDC 言っちゃったあの潰し方が本当申し訳ない話の潰し方がね、ちょっと申し訳なかったけどね、そういうことをちょっと、もうがあの宗教ってこんな感じやなというのが僕の宗教観だから、この間の宗教いらんっていう時にとか疑似科学が嫌いっていう話の時に、うん、根本的に宗教は手法を間違ってるとそれは思ってるから、だからねそれでいくとね、うん、強い気持ちがあれば、うん、その宗教っていうのは全てが大体可能になって、うん、X の代わりに Y を入れようが、うん、他の文字ですね、うんうん、Y を入れようが、うん、G を入れようが、うん、G を入れようが、うん、ここで言ったもん勝ちになるんですよ、そうそうそう、そうやで、うん、僕は基本的に無宗教な人間で、うん、昔若い頃に2年前でね夜中の神社でおみくじを引くわけなんだよ、うんうんうん、だけど僕はねおみくじを引かずに、うん、あのおみこさんのとこに行って12番とか、うんうん、自分が思った数字を言う、うん、言うねんね、うん、迷惑なっちゃなお前は感動それ困りやねんマニュアル外やからさ、いやこれはだからもう言ったらそこは見えてないからさ、まあね、おみこさんから、うんうん、あそうなんや、あそうかそうかそうか、うん順番12番でしたって言うだけやね、そうだけどここはねもう本当にね傲岸無存に、うんうん、その運命を神には頼らないって思って、うん、そういうね、うん、非常に傲岸無存な話なんだけど、うん、これねかっこよく言うと神に俺の運命は委ねない、うん、委ねない、俺が勝ち取るってかっこいいやん、かっこいい、うん、本当言うと人混みに行くのが嫌だあれ、ね、あれを振るのがね、うん、そうそうそう、並んでまで振りたくない、もう12番でいいや、もっと用意せなかよなで、うん、結果その物草から自意識が芽生える、芽生えるってね、逆転現象起こってね、あのね神に反逆する物草やの、うん、これをちょっとその、うん、なんていうかな、物草なルシファーと言ってくれてもいい堕天使なんや堕天使なんだ、堕落は仕切ってる、堕落は仕切ってる、堕落は仕切ってる、落ちてるよね、初詣のおみくじ人混みが嫌で引かないっていうのはもうだいぶ堕落してる、堕落やなそれは、僕はだからその結果ねすごいね、うん、真意っていうのはすごいなって思ったのが、うん、結局それをね 5,6 年やっとったんだけど、うん、一度たりと大吉引いたことないんだ、神をバカにしてるからね、うん、こんだけこの程度煽った程度であいつ向きなのかって思うね、うん、そうな、そうでもね、こう別に俺は宗教観はないけどさ、神様を信じてないわけじゃなくて、宗教観はない、宗教の貴族意識はないけどさ、うん、神様が全くいないわけでも、いてと思い込んでるわけでもなければ、なんやろ、不思議なことが起こらへんと思ってるわけでもない。弦は担ぐし、うん、例えば、おみくじ引いて、今日を引いたとするやん。
面白いから持って帰るようなことはせえへん。やっぱりくくって帰ってくるよ。ああ、そうだね。それはくくって帰ってくるよ。それはね、当然。あれを今日を引いてくくって帰れない腹は俺にはない。こんだけ宗教をバカにしててもね。そもそもがね、宗教をバカにしてるっていうところが実は間違いで、うん、宗教っていうのは、これね、特に日本人的な神聖だと僕は思うんだけど、バカにしたところから始まんねん。ほうほう。ニーチェのね。ニーチェのって言ってもいい。ニーチェのね。超人思想。超人思想ね。あれはスーパーメイシェ、別にスーパーマンとかさ、キン肉マンみたいな超人が、かっこいい、すげえって言うんじゃなくて、その、人をリードしていく人は、超人でないと。言うたら、自分らたちより上位の人間に指示を任せたい。このね、もう、投げる。投げると。投げると。っていう風に俺はね、曲解して。それは、あれは、超人でなければいけないっていう話よね、むしろね。だから、僕はそれを曲解して、結局、神様への信仰っていうのも、都合の悪いところは、怒られるかもしれんけど、神様に投げて、で、まあ、それでなかったことにすると。なるほどね。それが超人思想な。いやいや、じゃあ、これが宗教なんです。宗教だよね。めんどくさいこと、都合の悪いところを神様に丸投げして、そこから一応怒られるだけ怒られて、すんませんでした。どうしたらいいでしょう。アベマリアを100回唱えなさい。アベマリア、アベマリアって言って、お祈りして、ああ、終わったっつって。上司と変わらんのですよ。ね。僕が上司に求めるもの、僕が神に求めるもの、一緒。自分のめんどくさいとこ投げて、なんか答えくれて、まあそれで怒られるのはもうしょうがないと。それは、自分がここにおるとしてさ、自分がここやとしてさ、さっきのあれでね。この辺りの人が超人やって話。あのね、本当にね、超人に近い人には、投げていいと思う。多分ね。で、これが、今、社会で、これが超人に見えへんからね。世の中は、文句を言うでな。申し訳ないけど、情報化社会で、やっぱり人間性って見えちゃうし、人間なんてあれがあっても、そう。ご本なんだから。ここで、アベマリア言うたら話がややこしくなるからさ、岸田って言うけどさ。岸マリアがね。岸田さんがさ。それどんな AV 女優岸田さんがまあ、超人ね。超人やっていうふうには思われへんからさ。これの究極って、日本人の考え方でいくと、やっぱり陛下なんだよね。あ、まあそういうことやんな。それで言うと陛下よね。とんでもない重責と、とんでもない面倒くささ背負わせてて、で、うすうす気づいてるけど、日常生活で自分が報われへんのが神様に、運が悪いとかいろいろあるんだけど、それでも最終ババを引かせる石を投げる権力の先ってのがあって、結果それが60いくつになんなんとするおじいちゃんなわけなんだよ。まあまあね。だけどそれが陛下であろうがエリジョであろうが、エリジョであろうがね、それを引き受けて、エリジョってまあまあね、だから超人やじゃん、やってくれてはっ、それやってるだけで超人やなって思うし、確かにね、それはね、大人になってくると、そこがやっぱありがたいなって、俺らのこのどす黒い部分とか、無駄なおちょくりとか、そんなも含めて、で、そこを思った時にやっぱり、あ、おちょくりってなんだかんだ言って、この人好きやねん。そうそうそう。そういうこと言うと、陛下はいわゆる存在価値がね、存在価値が超人やねんな。そう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 。別に100万パワー持ってるわけじゃないん。ね、そういうことやで。超人やからって、こう、100メーター9秒フラットで走れるわけではないんや。そんなことは求めてないし、そんなことで国の象徴が決まって、結果ボルトになったら嫌やし。嫌やし。そうやね。存在が超人なんや。そういうことだよね。まあそこが結局天皇機関説っていうところにもつながっていく、一つのその社会に対しての役割、ガス抜きじゃないけどさ、安全面としての権力者としての仕事っていうのが出てくるんで、日本史上でさ、五感の超人と存在価値の超人で、五感の超人、俺らが超人って言った時に思い浮かべる超人、
筋肉マンとか。じゃなくて、能力として人を超越してるっていう。室伏とかね。室伏とかね。まあ、それはそれと、価値、存在価値っていう部分の超人のダブルで言うと、一人おるねっていう。多分、聖徳太子ぐらいは超人と言ってもいいかなっていう。うん、っていう話がね。日本史上で言うと、多分。聖徳太子はね。逆に言ったら、それ以外は思いつかないぐらい。聖徳太子10人のあれを引き分ける。そう。能力的にもちょっとおかしいし。10カ国で言われたら分かんのかな。それはね、ダウンタウンの松本がやってた。10カ国語で言われた聖徳太子。いっぺんに言われたやつと、関西弁で返事するって、いうのをやってて。それ全部なんでやねん、知らんけどで終わりそう。そう。そんな感じ。お前、いつもお前そういうやんけ。って言って、終わらせるっていう。と、隠し芸大会でやった。それをもうワンクッションひねってあげたら、なんか面白いコントできそうやな。10カ国語で言われて適当に返事する聖徳太子やけど、うち1カ国語タモリで、お前嘘やろっていう。ダウト入れるっていう。聖徳太子。聖徳太子ね。うん。いや、タモリさんやん。タモリさん。4カ国言ってくんなよって。ね。ありそうな。ありそうなね。宗教っていうのは結局そういう意味でいくとさ、うん、すごく難しくて、うん、僕自身もそうだし、うんうん、もしかしたら与一君もそうだんだけど、うん、でもどこかに何らかの不安とか、うん、めんどくささとか、うん、理不尽さへの怒りとか、うん、そういったものを投げる先が宗教だと僕は思う。社会の構造上、宗教の価値観っていうのはあると思うね。で、宗教に価値はあると思うね。で、大事なのはそこで、うん、面倒くささとか理不尽さとか、うん、なんで俺こんなんやねんって、うん、どう思うって言って投げて、うん、それでまあよしよしってされて、うん、そりゃそうだよねって、だからでもこういうふうに考えたらいいんじゃないとかって言ってくると、俺はもう受け付けへん、うん、俺は言いたいだけ、言いたいだけ、共感が欲しいだけ回答なんか求めてへん。嫌な女子や。嫌な女子。でも宗教に対して一番確かなのはここやね、うん、共感だけが欲しい。そうだね。回答なんかいらんねん。うんうん、聞いてくれたらいい。この神様信じるとそれね、救われますよって。うん、もうそんな、どうでもいい。違うね。まず私の話聞いて。うん、俺の話を聞け、うん、俺の話を聞け。聞けって。もうそれだけでいい。で、言うだけ言うて、ああ、まあ、すっきりした。まあ、言うてもな。明日も仕事やし、じゃあお疲れ様っつって、そう帰れるぐらいのゴミの捨て場が宗教かな。それをそういう風に捉えてるっていうのはお前の宗教観なわけや。まあまあもちろん僕の ね私の感想ですけど。そう。それはそれでいいやけど。ただその宗教って何っていう話をみんな漠然と捉えすぎてる気がしててさ。だから宗教を断圧してはいけないっていう話を、とか、断圧してない、したらあかんのは、なんとなくルール的にそんな感じはするんやけどさ、うん、宗教を馬鹿にしてはいけないみたいな感じ、いわゆる信仰の自由が保障されるべきだっていう話を軽々しく言い過ぎてんねんな。それ本当僕は納得できなくて、うんうんうん、宗教っていうのは、うん、さっきも言った通り、うん、感情のゴミ捨て場で、うん、馬鹿にされて叱るべきもので、そういうもんだって、っていう認識しか僕にはないから。うん、ないから、だから納得できんねんな、俺の言うてることは。おう、でもそんなことないよって言ってんねんな。いや、ゴミ捨ては、ゴミ捨て場で、ちゃんとしとかんと、うん、マンションゴミだらけになるやん。なるやんって。どっかにゴミ捨て場の受け場って必要ない、うんうんうん。もうね、極論言うと、ゴミ捨てるのに、うんうん、じゃあ、1000万寄付してって言われたら、うん、そんなゴミ捨て場に僕はゴミは捨てません。うんうん、今日であろうが何々今日であろうが何々今日であろうが、そこで1000万って言われたら、え、ゴミ捨てるのに1000万もかかるんですか、うん、ゴミ捨て場って。それやったら、行政に電話入れて、クレーム叩き込んで、うさ晴らしますわってなるんなるんや。それの方が正しい。1000万捨てるぐらいだからね。なるほど。そう。そういう価値観を、みんなが持ってないわけや。うん、だから今回の件に関していくと、この価値観を広めることがもしかしたら俺の仕事かもしれない。あ、それはあるかもしれない。新しい宗教を立ち上げたらいいかもしれない。